自動運転を用いることで移動の価値をさらに高めていくと。私は未来の自動運転に向けた研究開発に取り組んでいます。自動運転といってもやはり複雑なシステムなんで、数多くのメンバーが関わっています。その中で私はその制御ですね、ステアリングですとかブレーキを自動で操作するという部分を担当しています。自動運転は日本だけではなくて、例えばシリコンバレーですとかイギリスなどの世界中にある拠点のメンバーとも連携して研究開発を進めています。好奇心が一番かなと思いますね。結構男の子の頃って乗り物好きだと思うんですよね。だんだん大人になってくるとちょっと作ってみたいなと思ってくるんですね。なんでこうなるんだろう、やはりそのプロセスがすごい面白いなと、それは今でも一緒かなと。エンジニアとして働く上でやはり自分が体感したり自分がいいと思ったものをお客様にも経験とか体感してもらいたいなと思うんですね。今まで人が見えてなかったものとかも見えることで、より安全により楽しく運転できるような技術が実現できればいいなと思っているのと、日産自動車は制御技術というのを私から着々と研究開発していまして、自動車をどう動かせば乗っている人がどう感じるかとか、そういう知見がすごいたくさんあるなと思うんですね。どういう挙動を作るとどういうふうに人を安心できるのかというところを研究開発してきましたので、究極に安心して乗っていられるような自動運転が実現できるかなと思います。